今のピアノのリフ、さっきのテイクの方が良かった。リズムがよれてたわけじゃないけど、なんか違うっていうか。さっきの、すまない。ピンとは来てないんだが、やってみる。またかよ。行くぞ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。俺のピアノか。いや、ピアノは良かったと思う。ベースは2個前の演奏の時のテヌートで行こう。それからかける。そういえばドラムは最初のフィル、やっぱタムの方がいいな。前回の練習ではずっとそうだったのに、なんで今日かける。なんだよ、急に大声出して。おい、何なんだよ、さっきから何回も何回も。こうが、りょう、お前だってそれでいいのか。かけるに言われた通りに何回も何回もやり直して、こんなんクリックに合わせて演奏してるのと一緒じゃねえか。本番でも同じように演奏するつもりかよ。友には理想の演奏があるんだ。だったら俺はそれを現実にするために協力したい。気に入らねえ。理想の演奏ね。もう一回やろう。こんなんじゃダメだ。こんなんって、やっぱりベース、さっきテヌートって言ったけど、どうしようかな。なんか別のアイディアないか。それ、言われてやったのがさっきのなんだけど。そっか。そしたら、またなんか別の頼む。別の？おい、かける！どうしたんだよ。それはこっちのセリフだ。どうしちゃったんだよ、お前。いい加減にしろよ。りょうもゆうきも、それから俺も、お前の手下じゃないだろ。手下だなんて。そんなこと思ってない！とも！こんなこと、俺がお前に言うのもおかしいが、生身の人間が演奏している以上、一回一回の演奏で小さな違いや揺らぎが発生することは避けられない。不完全さを受け入れるからこそジャズは面白い。それを教えてくれたのは、他ならぬ。でも、それじゃ勝てない！とも。ベストを尽くしたからそれでいいなんて、そんなの甘えじゃないか。あのアンサンブルコンテストに俺たちはやっと出られるんだ。あの日俺たちは誓ったじゃないか、一生ジャズやろうって。中途半端な演奏したらあいつに顔向けできないじゃんか。おい、あいつってなんだよ。甲賀には関係ない。関係ないって。ああ、なるほどな。そういうことか。分かったよ。こうがな、かける、お前が誘ってくれたジャズってこんなんだったか。俺は打ち込みドラムじゃない。思い通りに決まった演奏したいなら必要なのは俺じゃない。こうが、スイングキャッツにはお前の音が必要だ。違うね、必要なのはドラマーだろ。俺じゃない。バカ。相変わらずうるさいやつ。バカ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 うるさくわめいてるやつに限って人一倍繊細だよな。ああ、ああいうのこじらせると長いから早く追っかけて捕まえないと。だってダメなんだよ。トモ、今回は俺らがずっと出たくてでも出られなかったコンテストで、だから絶対にいい演奏しなきゃダメなんだ。今よりもっと、今のままじゃ。カケルの言うこともわかるけど、コウの気持ちも。そんなのどうだっていいよ。どうしてみんなそんなに中途半端で望めるんだ。二人ともあの時の誓いを、あの時の思いを忘れちゃったのかよ。へえ、カケルにはそう見えてるんだ。言う。それ、本気で言ってる？俺は、いつだって本気だよ。あ、そう。悪いけど、俺も今日は帰る。待て、言う。お前まで。別に、怒ってるわけじゃないよ。コウと一緒にしないでくれ。でも。
こうなしで練習しても仕方ないでしょ。それは。待てよ、ドラムがいなくてもできることは。かける、今のかける、俺が嫌いだった頃の俺にそっくりだ。え、お先。ユウ、二人を追わないのか。追いかけてどうするんだよ。どうするって。俺が間違ってました。みんなで仲良く練習しよう、そう言って頭下げて演奏してもらうのか。それがチームなのか。そんな言い方誰もしてないだろ。いい演奏したいんだよ、これまでで一番の演奏を。そのためにはもっと練習しなきゃいけないし、もっともっと、俺は間違ってない。なんで分かってくれないんだ。なんで。間違ってないか。正しいとか間違っているとか、そういう問題か。それをお前が言うのか。とも。ごめん。その謝罪は聞きたくなかったな。悪いが、俺は行く。どうしろって言うんだ。なんでこうなんだよ。友川君。なるみ。珍しいね、一人で。いや、まあ。突然大きな音がしたから覗きに来たんだけど、どうかした？どうってか、別に。見たことない顔だ。なんでも。それにしても、一人っきりの部室って、ちょっと気がめいらないかい？え？ほら、部室って、みんなに会いに来るところだからさ。誰もいないと期待外れというか。そうかな。一人は一人で個人練がはかどるけど。どうやら相当重症のようだね。そうだ、一緒に帰らないかい？いや、だから一人でも練習はできるって。聞いてないのかい？式典の準備だかなんだかで今日はもう校舎で音出しできないって。そういえば今朝亮がそんなことを。友川君らしいね。ほら、そうと決まれば善は急げ。先生方が見回りに来る前に。ちょ、そんなせかすなって。というか、まだ一緒に帰るなんて俺は一言も。せっかくだから寄り道していこう。なんだか楽しみだな。聞いてないし。